心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、ということで先週ちょっとお話をしたもう春になりますね、ということにはそうですね、なってきますね。なんかもう春なんですかねと言いながら今窓を遠くを見つめる島田チェアマンという描写になるんですけども、ところでということで話を急に変えちゃいますが、先日あのララアリーナですかね、今ちょっと視察に行かれたということですけども、まあちょっとその仕上がりの状況とかどんな感じだったかなってことをちょっとお聞きしたいなと思っておるんですが、はい、もうまずあのちょっとね、千葉ジェッツの田村社長にお願いをして、見学というか視察をさせてもらったんですけど、まあ、来年のね、あのオールスターっていうこともあって、そういう担当者も引き連れて、リーグのスタッフ10人ぐらいかな、で、あの見学させてもらいましたと、で、まあやっぱでかいですね。まあ改めて1万ああでもそんな規模なんでしたっけ。1万超えるとやはりでかいなあ。そうですよね、いうふうに思いました、で、全フロアでこう客席からいろんな角度から見ましたけど、見やすいですしね、いやなかなかこう迫力あるなということと、お席周りとかが結構ゆったり作ってるなって、前の椅子とのこう感覚とかも結構ゆったりしてて、なんか楽に観戦できるようなこうゆとりがありますよね。でコンコースとかも結構広いし、そういう意味では、まあ、あの土地にね、あれだけ大きいものがよくできたなってぐらい、あのしっかりゆったり作ってたっていうのが、まずは印象的ですね。なるほどなるほど。で南船橋から徒歩6分ぐらいなので、まあ便もいいですし、そうですね、でもうすぐ隣がララポートだったりイケアだったりするので、できる限り公共交通機関で来てもらうことをスタンダードにしてもらわなきゃいけないところはありますけど、食事するとことかその映画見たりなんか、まあ、いわゆるいろんなね商業施設があるんで、まあ、周囲を堪能もできると、まあ、すぐ海で景色も綺麗ですしね、まあ、そういう意味ではあの早く来たりとか、終わってからとか、まあ、そういう、こう1日かけてこうまるっとあの辺で楽しむ、いやいいですね、ことができるっていうのは、まあ、強いなって、より豊かなこう1日をなんか過ごすことができる空間っていうか、まあ、エリアっていうことになっていくわけですね。そうですね、だから来シーズンからはジェッツはここをねホームとして使っていくんで、まあこけら落としとか、まあ、まだ明確になってるみたいですけど、そういう4月とか8月とかになってくると、なんかイベントとかも入ってくんじゃないですかね。もう結構その引き合いがやっぱあるみたいですよ。ああそうなんですね、ですからだいぶやっぱり夢のアリーナってすげえなっていうのはなんとなく認識されてきたと思うんですよ。ここでまたね、ジェッツのこのララアリーナをバーンと皆さんが見た時に確信に変わるんじゃないですか。来るなと。そうですよね、バスケ来るなというのが確信に変わりますって感じじゃない。なんかまあ夢のアリーナが次々に各地域にできますよって言われて一個ずつできてって、本当にそうなんだと思いましたけど、いよいよこれだけ数が確かに揃ってくると、本当にあこういう世界に変わってくるんだなっていうことがこう実感として湧いてきますよね。まあ、沖縄群馬、佐賀でしょ、でここでまあ関東圏の千葉が来て、で長崎も一回行って、で、またアルバイトとか、で川崎とかもうどんどん出てくると、やっぱ強烈ですよ。そうですよね、この1個でもすごかったけど沖縄で、でこの2個増えただけでも、まあ、だいぶパンチがあるじゃないですか。でこっから2個ずつぐらい増えていったら我々が想像している以上に迫力があるかも、って思いますね。なんかいよいよこれがバスケットボール界のスタンダードにこう、なんかなっていくんだっていう世界が見えてくるっていう、思うとすごくワクワクするなっていう。そうですね、あの2026年までにまだいくつもできるじゃないですか、まあ、本格的に出揃うのは2028ですけど、2026だからあと2年ぐらいでバッて結構出る切るんで、だから B 革新のタイミングのあたりで、かなりお見せできるんじゃないですかね。その世界観が変わっていく様をね。ぜひあの今後の展開も期待していきたいなというふうに思います。ということで、本編ではですね、あのまたまたお便りをたくさんいただいておりますので、ありがたいですね。はい、ということで次々に紹介をしていきたいというふうに思っております。はい、それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク。この番組は
全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、ということで今回は、たくさんまたいただいたおはがきを、紹介していきつつですね、まあ、いろんなご質問もいただいているので、それをまあ島田さんにどんどん回答していただこうというふうに、思っております。まずは、こちらですね、ペンネームくんちゃんさんということで、島田様、村上様、初めてはがきを送らせていただきます。私は千葉ジェッツのブースターです。2月14日天皇杯セミファイナルを会場で観戦しましたと。島田さんお忙しいと思いますが、ぜひバスケットライブで、早送りせずに、もう一度、見直してくださいと。非常にいい試合で感動しましたということでございますが、大逆転のやつですかね。そうですね、そうですね。はい、今日はですね、なぜか島田さんは手にマイクを持って急に喋り始めているというところでですね、はい、そういうスタイルで送ってるんですよとまず最初にちょっとお伝えしたいなと思いますけども。初ですからね。そうですね、初出場ですよ。急になんか、そうですね、演歌歌手が座って喋ってるみたいな、そんな雰囲気ですけども、ところでと、この宇都宮ブレックス相手に最後まで頑張ってましたと、まるで決勝戦のようでしたと、うん、で78歳のお母様も一緒に行って両手を上げて大喜び、元気をもらったと言っていますと、素晴らしいスポーツに出会えて幸せですということを、くんちゃんさんからお便りいただいたということで、非常にね、そんなこう78歳のお母さんも元気をもらったと言っていただけるようなものをバスケットの試合を通して届けることができたということは非常に嬉しいですよね。嬉しいですね、うん、まあブースターからするとああいうゲームはもうたまらないですよね。いやーたまらないですよね。そんな、まあ、時折ねああいうゲームってありますけど、うんうん、そのゲームを直接見てる、かつその大逆転したようなね、うんうんうん、状況を悲劇にしてる、うんうん、あのクラブだったりするともう本当にまあ忘れられないんでしょうね。それでハマっちゃいますよね、間違いなくね、うんうん、そうですよね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで続いてですね、新しくこのまた2枚に分けていただくスタイルのハガキでですね、うん、いただいてるんですけども、うん、41歳の男ですということを書いてます。近藤さんという方ですね、初めてお便りをしますと。近藤さん。はい、近藤さんですね、はい、競技としてのバスケは30代のファンなのですが、昨年初め偶然島田のマイクを聞き、B リーグの事業としての面白さと成長性を知り、稲妻のような衝撃を受けました。またすごい観点ですね。見るバスケとしては別にそう見てなかったのに、たまにいらっしゃいますよね。あのバスケを見てて好きになってこの番組にたどり着いたじゃなくて、うん、違うんですよね。島田のマイクからの B リーグを知るっていうね、稲妻のような衝撃を受けました。私の方が稲妻走ってます。本当ですよね、びっくりしましたね。はい、はい、まるでユニコーンスタートアップだと感じた、その日から私は試合と事業の分析両方に夢中です、またありがとうございます。マニアックなファンの方がやがて他の方にもその面白さを知ってほしくなり、 B リーグを自分の職場と比べると学びがあるという切り口で、クラブ運営や現場の方々と対談記事やポッドキャストを、まあ、自分ご自身の会社でも、なんか作られたりと公開されたりということを始められているということでございます、うん、そこでお願いですと。ぜひ島田のマイクでも職場としての B リーグのクラブは普通の企業と何が違うのかといったお話をお聞かせいただけませんでしょうか。スポーツ業界一筋じゃなく、もともといろんな業界から起業家経営者であられた島田さんからこそ感じられたことをお聞きできればと思いましたということで、ハガキの最後ですね、なんとパワーポイントを使って、うん、島田さんの似顔絵を描いたということで、非常にあのすごいね、わざわざこういったものを作ってですね、ハガキをこういう方にね、あのこの番組を見つけていただいて、はい、ありがたいですね。すごいなあ、こういうことできる人。すごいですよね、それ、うん。そうやって似顔絵って作れるんだっていうのもちょっと感動しますけどね。すごい。はい。まあ、なのでちょっとまあご質問とすると、うん、まああの B リーグのクラブ、まあリーグというとこと普通の職場と、まあ違いがあるし、うん、違いあるとこもあれば一緒のとこもあるよってことをぜひちょっと触れていただきたいなというこれあれですかね、クラブですかね。まあメインはクラブかなと思います。リーグでどうですか、クラブですか、クラブですよね。OK です。まず、はい。同じところは、はい、まあ会社ですからね、はいはい、当然こうバックヤードのスタッフもいるし、うん、まあ営業的なスタッフもいるし、はいはい、で、まあ商品っていうのはあの会場にある、はい、あの熱量みたいなものを商品にして、はいはい、それを引き下げてね、うん、そのスポンサーをお願いしたいとか、はい、チケット買ってくれませんかっていうのがまあセールス活動だったりするんで、はい、まあそれを商品としてその販売するという意味では、うん、一般の会社とも、うん、はい、
その商品を、うん、あの作る部署だったり、うん、あと商品を売るセクションだったり、うん、で総務とか人事とか経理がいる、まあ、そういう意味では分解すると、うん、あの構造は紐解くと一緒なんですよ、はいはいはい、まあ、そういう意味では、ね、変わらないよって、うん、変わらない、はい、ただ違うとこっていうのはここまでは普通の会社じゃないですか、うんうん、ここにプラスチームという選手たちとかチームという勝ったり負けたりする不確定な商品だったり仲間だったりがいますよね、はい、だから勝ったとか負けたによってファンの熱量も当然上昇チームとちょっと下降気味では地元の人たちをこうまあ、引きつける時の影響はあったりするじゃないですか、うん、ですから長い歴史の中でいい時もあれば悪い時もあるということがあるんで、はいはいはい、まず確実性を高めていくことがビジネスの真髄で、はい、それをスタッフ一丸となってね、はい、商品いい商品を作って、うん、いい形で届けるっていうことを活動するのが一般企業だとするならば、はい、そこがその勝ったり負けたりで不確実性が高くなるということと、まあ、ステークホルダーと言われるお付き合いする人たちの幅が広いんですね。あ、確かにそうですよ、ね、だって一般企業だとそうやって商品作って売ってって売り先は卸だったり小売だったりっていうことでそのクライアントに今売りに行くっていうこと、相手先も似たような業界だったりするわけじゃないですか、はいはいはい、でも我々のクラブがいわゆるそのビジネスパートナーズとしてお付き合いするのって、まあ、自治体もいるし、はいはい、地元企業もいるし、まあ、本当に地元の小学校、中学校、高校、幼稚園とか、うん、まあ、青年あの会議所とかね、はい、あのロータリークラブとかそういう団体とかはね、うん、とにかく多いんですよ、うん、なんで不確実性が高い上に、うん、掴まなければいけない範囲が広い、うん、あ、確かにそうですね、うん、なので勝つ確率を上げることとか地元の人たちを引きつける確率を上げることとか、うんうん、人の感情も含めてね、はい、あの熱量を生み出す商売だからこそ、うんうん、みんなを引きつけるこのスイッチなんていうのはまあ簡単じゃないですよ。あ、なるほどですね。そういうのがやっぱり一般企業とは違うところ、うん、でその中の一部は一般企業と同じ要素はありますと、うん、冒頭に申し上げたベースのベースのところは、ね、はい、一般企業としての生産性を高めていくとかっていうことの本来の核となるものは変わらないんですけど、うん、そこに付随するものが多い、うん、これが難しさですよね。いや、確かにそうですね。違いでもあり難しさですよ、うんうんうん、だから答えがないんですよ、うん、例えば一般の会社だったらこの商品のここを改善したらヒットするかもとかって、うんうんうん、まあそのなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、あと売り方がちょっとここじゃなくてこうしようかなとか、うん、そういうなんかこう何かを改善する時のスイッチがその課題になってるところのそばにいるっていうのはあるんですけど、うんうん、バスケットとかこういうチームっていうのはあの選手をどうにかしたから何かが景気に変わるわけじゃないし、ね、なんかネットにこれを載っけたから劇的に何かファンが増えるわけじゃないし、うんうん、もうねどこをしたら良くなるスイッチなのかっていうのがもう無限にあるんですよ、うん、でそれを手繰り寄せていくっていう作業とかは難易度高いですよ。いや、そうですね、うん、そこにそのデータだけじゃなくて感情も渦巻くからね、うんうんうん、なるほど、はい、まあ、そこが難しさであり、まあ、面白さであり、でもそこが最高に面白いと、最高に面白いところですね、うん、私もやってきた人間なんで分かりますけど、うん、難しい、うん、でも、うん、超面白いですよ。あ、なるほど。だからこそそのみんなで力を合わせて作り上げた成果物としての試合会場の熱量とか、うん、ファンの熱気とか、はい、選手たちのその頑張りで勝ってそのさっきの話じゃないけど、うん、もうスタンディングオベーションになるような、うん、その空気感なんてやっぱ震えますよ。いや、なるほどですね。やってて、うんうんうん、難易度が高いけど、うんうん、そこでこう垣間見える感動っていうのはファンの皆さんだけじゃなくやってる我々もありますと、うんうん、素晴らしい仕事だと思いますよ。いや、はい、ということで、はい、近藤さんからのご質問と。近藤さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではでは続いてですね、今度は、夏子さんという方で、島田チェアマンこんにちは、はい、いつも楽しく拝聴しています。ありがとうございます。今年は元旦から大きな地震が起き、うん、金沢サムライズの試合が中止になるなど、うん、辛い始まりでした、うん、その中2月3日4日の岐阜スープス対、うん、金沢サムライズのゲームがダブルホームゲームとして開催されたのを、うん、SNS で見てびっくりしました、うん、しかも岐阜側が金沢の復帰戦をホームゲームにと思って提案があり実現したとのことで感動したのを覚えています、うん、ちょうど22日の、ねそうですね、放送で、はい、放送でも触れた内容ですけども、夏子さんもそこに感激をされたということでおはがきをいただいておりますと。で、まあ、名古屋ドルフィンズが試合後に避難訓練を行うのも素晴らしかったと、もちろん募金もされてましたねと、うんうんうん、リーグ全体で地震を受けて何か学びや取り組みの議論はありましたか
地域に関わっていくリーグなので、まだ話が今時点では具体的になかったとしても、チェアマンとして何かやりたいなと思っていること、何でもザックバランに伺うことができればというふうに思っていますということで、まあ、こういったこう何か臨時の、まあ災害ですね、自然災害とかがあったりした場合に、まあ、どういったことをリーグとしてもまあ、やっていけるといいのかなみたいなことを、まあ、今時点で考えていることを今後やっていきたいことって何でしょうかというようなご質問かなというふうに思いますけど。そうですね、今回もあの1月1日に発生して、1月の2日にはもう役員でミーティングして、はい、で全クラブに通達し、はい、その週末の年明けの再開のゲームのところで募金活動をするとかっていうことを決め、はいはいはい、通知し、うん、もうそこですでにそういうふうに動きましたということと、うんうん、それをある一定額集めて、はい、まあ、今回日本財団さんをね、はい、通じてお送りするんですけども、現金をね、うん、でそういうことの何かあった時にその被災地に向けてあのサポートするっていう動きは結構速やかに取れるっていうのはもう今すでにもあるかなと、うんうん、であとクラブに対しての対応っていうのは、まあ、いろんなシチュエーションがあるんで、はい、明らかにその被災したことによって受けた損害みたいなところでクラブとかリーグのサポートでご支援できるものはしていこうっていうのは今も、うんうん、ありますと、はい、で そういうところはあるんですけど、まあ、リーグとしてなんかこういろいろ考えていかなきゃなって思ってるのは、はい、安否確認が一つありますよね。ああ、安否確認。リーグはそういうシステムを今だいぶ構築して、はい、なんかあった時にその安否確認をできるような仕組みを今持ってたりするんですけど、うんうん、でもクラブだと何かあったらそこに社長とかに連絡してどうでしょうみたいな話をして、で社長から後で折り返しもらうみたいな、まあ、そういうことをまあ当然ですけどやってますと。なんかその辺ももう少しあのシステマティックにクラブの皆さんも仲間ですからね、ただ退職されたりとか新しく入ってきたりすることも多いんで、どこまでその精度高くそのデータ管理とかをして、かつそれを周知徹底してそういうこと時にね速やかにそこでリアクションしてもらえるかどうかとかわからないんですけど、なんか一つそういう、まあ、インフラ、はい、みたいなものは作りたいなとは思ってますね。はいはいはい、なるほどですね。まあ、もちろんあのそれ以外にも B ホープとかでね、さまざまな取り組みをされたりということも恒常的にというか、まあ、やられてる部分もあったりはするけど、まあ、そういったまずインフラみたいなこともちょっと考えていかなきゃいけないなっていうことも一つ終わりだということですよね。まあ、自助共助公助って言いますけどね、はい、まあ、その相手バスケ杯とかっていうことをやって、うんうん、はいはい、ホープでもやってるっていうのは、はい、その子どもたちに対するね、うんうん、その危機意識の啓蒙だったりするじゃないですか、はい、だからそういうこととかっていうのはリーグとして日本郵便さんのね、はい、ご支援一緒にやったりとかしてるんで、うんうん、そういうのは続けていきたいですね。なるほどですね。はい、続いてですね、フリーで、書籍の編集をされている畑野さんという方から、長いお便りとですね、それからちょっと5本も今回発行されたということでいただいておりますので、ちょっとご紹介していきたいと思います。はじめまして、フリーで書籍の編集をしている畑野と申しますと、いつも島田のマイクをとても楽しく拝聴していますと、この度、角川より、佐々木クリスさん著、青木美穂さん構成、藤野龍馬さん漫画による B リーグ超解説リアルバスケ観戦がもっと楽しくなる Tips50 が観光の運びとなりましたと。観戦中級者皆様も観戦力を上げてさらに知識を深められるよう、今のバスケの魅力や見どころをたくさん詰め込んだ初の本格的な B リーグ観戦の入門書を目指して制作をいたしましたと、いうことですね。で、これ畑野さんなんですけども、何一つ知識がないままただただ生のバスケの試合を見てみたいという思いだけでリセールに出ていたコートサイド2列目のチケットを取って、そこで試合そのものの迫力と現場にあふれるさまざまなエンタメにこんな世界があったのか、リアルバスケ観戦とすごく面白いと魅了され B リーグを見に行くようになりましたと。目の前でしたので、まあ、ウォーミングアップする時のまあ様子だったりっていう選手を見たりっていうことももちろんそうなんですけども、畑野さんご自身が一人で何もわからないまま手探りで初観戦した時に自分が知りたかったこと、また試合を楽しむ解像度を上げて知りたいこと、これらをもっともっと試合の観戦力を上げるために知っておきたいと、本書はそれを詰め込んだ一冊ですということなんですけども、ちょっとエピソードとして面白いのが、この畑野さんがたまたま島田のマイクのリスナーさんで、毎週最新情報をリアルな島田さんの言葉で聞くことができる島田のマイクは本当にこの本を編集するあたり助かりましたと、お話を伺って、これからそうなるならこの情報はもう古いかもと少し内容を整理したりとか、
調整をしたりということにもご活用いただいたすごい、ね、ということでございますと。これからも島田さん村上さんの落ち着いた語り口で誠実に発信される島田のマイクを一バスケファンのリスナーとして楽しみにしていますと。島田さんがたくさんの本を読んでいらっしゃるということでしたので、速読用に何冊か僭越ながら島田さんにお読みいただきたいということで、うん、畑野さんご自身が編集に携わられた本がということで 1,2,3,4,5 冊届いておりますので、5冊、はい、こちらも、まあ、しかもその5冊だと1月ですね。そうですね、その1冊はちょっと大人の画集塗り絵というのもですね、塗り絵、はい、もう送っていただいているので、もう趣味を増やさないでください。そうですね、ちょっとぜひこちらも挑戦していただきたいということで、まあ、ありがとうございます。こちらですね、あの B リーグ超解説という本なんですけども、はい、ついにこう感染にまつわる本が出たということで、うんうんうん、いよいよここまで来たなという感じもしますけども、うん、いかがですか。これ私まだ読んでないんですけど、そうちょうどこれからというところなんですよね。読みますけど、はい、これあれですか、そのルールブックっぽい話というよりは感染ガイドっぽいですか。完全に感染ガイドは、例えば、ね、座席の選び方とか、それから試合見るんだったらスタッツこういうとこ見たら試合面白く見れるよみたいなこととかですね。ああ、だからクリスのね、そうなんです、まあ、公認アナリストとしてのね、本領が発揮されるわけですよね、そこでね。これもすごいですね、選手同士のコミュニケーションを生観戦で見るピックポイントとかですね。ああ、それは面白い。これはですね、それはすごいね、目通したんですけど、これはリーグとしても推奨しなきゃいけないね。いこれがあるとより面白くなるもそうですし、そのどこで見たらこういう面白く見れるよみたいなことも含めて、うん、かなり細かくいろんなことが詰まってて、読みます。はい、ぜひこのねリアルバスケ観戦がもっと楽しくなる Tips50 ということで。いや、ありがたいですね。私ね、こう見えてもね、はい、憲法に弱いんですよ憲法に弱い、うん、憲法されても読まない人結構多いんですよ。私は憲法されたら 1000% 読みますよ。あ、必ず読むですね。で、場合によっては、はい、あのお返事とかしますよ。あ、そうなんですね、うん、ぜひ感想もね、うん、お寄せいただければ。まあ、ちょっとこれ今回に関してはお返事するよりも、うん、この番組とか、まあね、私のノートとかなんかでリアクションしますよ、はいはい、ありがとうございます、うん、ぜひ基本的なルールから含めてかなりこう、うん、痒いところに手が届くという感じになってますので、うん、ぜひこれをね、あのちゃんとなんかリアクションしますので、はい、ありがとうございます、はい、さん、ぜひ。あと、まあ、はい、いろんなこちらにですね、うん、ワークシフト、未来を作る新しい働き方のヒントであるとかですね、うん、かなりのジャンルに分かれて本が届いておりますので、私は試してますね。そうですね、完全に試してますね、これは、うん、ちょっと挑戦にぜひ、はいはいはい、大丈夫、乗っていただきたいと。大丈夫ですはい、ということでですね、今日はたくさんのおはがきをいただいて、はい、なおかつ B リーグ超解説の、憲法もいただいたということでちょっとご紹介させていただきました、はい、島田のマイク。島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということで、はい、まあ、いよいよ島田さんも相変わらず3月も忙しいということですね、うん、体調には気をつけて。そうですね、この次ぐらいですかね、はい、卒業&春そうですね、春なのにトークは。そうですね、もう定番の春トークをぜひしていきたいなという、はい、翌週か翌々週くらいにね、はい、思っておりますので、毎年ね、はい、皆さん楽しみにしてると思いますからね毎年同じことしか言ってませんけど。そうですね、はい、まあ、年寄りは同じことを繰り返すというとこございますので、はい、はい、お楽しみ。はい、それでは島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付けしています。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしてます。ということで島田のマイク、ここまでのお相手は心たぎる B リーグチェアマンの島田真嗣と相方の村上でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。